八家手のひらとは中国武術の一派。太極拳、形意見と並んで、孫六道の提唱した内科三拳の一つに数えられる現内では非常に著名な中国武術である。その名の通り八家に基づいた技術理論により手のひらを開いて演習場を回るように動くのが特徴である。新朝後期、四金城の漢岸であった東海側によって創始された。 武術の中でも歴史は浅い方であり、成立年代は19世紀の前半と言われており、創始者は資金城の漢岸であった東海側とされる。当時、東海川自身が、八景手の平という名称を用いていたかどうかは、定かでなく、その名称自体は後世になってから定着したものと考えられる。東海側は後に祝神農府の森院の長となったと、 伝えられているが、確かな記録は、まだ見つかっていない。八景手の平の源流を、同教の修行法とする説や他の拳術とする説も、あるが、詳細は不明である。八景拳を標榜する派、特に宮田からだ派は、二代目の隠服が、羅漢拳を身につけていたことから、成立過程の一つに、羅漢拳を挙げて、源流の一つと主張している。海祖の東海側が、 ラカンを身につけていた形跡は、今のところ発見されていない。北京大育大学の高科部教授が論文で、東一族の住みかであった村に八番剣というものが伝えられており、これが八家手のひらの源流ではないかと発表している。この八番剣に、同教の縁をめぐる修行法、うふが加えられ総剣となったのではないかと推測している。また八番剣の当時には、 八大母手のひらとの共通性が見られるという。意見創始者の王、向井人氏が雑誌記者のインタビューに答えたところによれば、八毛手のひらは成立当初は、現在基本技術とされる単回手のひらと、総回手のひらの二つしかなかったと答えている。八毛手のひらの門派は、花肌多い。その理由としては、東海側の元に集まった各地の達人たちに対して、 東海側は各達人がそれまで学んできた武術に合わせて教授した点が挙げられる。よって投げ技が主体の門派や打撃が主体の門派など門派によって動作に大きな違いが見られる。陰服の創始した陰派八毛手のひら、低低下の創始したほど波八毛手のひら、ハリブリ穂の創始した両派八毛手のひらなど多くの門派が存在する。現在、 伝承が確認されているのは、陰福、馬正しき、死刑胸、定定化、定伝化、総長栄、超人士、総栄将、藩士、勇、李長勝、竜宝鎮、張りぶり、河野、竜宝春、李孫義、朝鮮海、柿山、等の系統である。それぞれが多文派の優れた技術を多く取り入れて、技術を補完したため伝承者によって体系が大きく、異なるとされる。 以下中国で代表的な門派を例に挙げる。海藻の東海側の門生は、陰福、馬正式、死刑胸、帝帝家、早朝英、孫、天章、龍のるか、章育隆谷、育三、バー氏、蝶ひ氏、畑玉館、龍のる子、両茂の安分、夏秋則、高長山、木吉章、鈴ひつじ猿、王新生、王祖、清 陳長寿、王徳義、宋紫雲、宋栄章、李万友、藩士、優、宋竜会、王英泰、方連紀、伝陳会、王広志兵、谷歩美雲、陳春林、王帝吉、宋福、李長森、助長幸、劉宝帝、張振り、か野、張超栄山、角玉帝、張雲幸、張金慶、昭春義、劉宝春、塚沢光、張吉崎、 清山、都山南後、南六、各通会、女閣年、氷原連、利久志年、孫。古文生には、超一民、馬高氏、楊春宝、劉金印、文史、慶玉、王氏、予定、巨敬元、劉印象、高玉林。また非常に記載されていない文生として、李孫義、朝鮮会、前外帝、玄田日印、劉厚弘、柿山、算、殿下家等がいる。 基本的な構成は、双剣、かえてのひらしき、8種類の双剣、対応する8種類の商法、8種類の商法の変化であるが、その名称、動作、要求は派によって大きく異なる。基本譜型、配布、進む符、控え譜をはじめとする様々な方法の習得が重要視されており、里親外控え、平ら平ら落ち、泥譜で演習場を歩く。 創剣を基本とする。当時の内容は門派によって異なるが、8種類の基本的な当時に始まって様々な道路、大連を学び、修行者はそれらを組み合わせるなどして習得していく。各種やり、刀、剣、根、まさかりなど様々な武器術も存在する。八家手のひらは、名前の通り、拳よりも手のひらを多用するが、 手のひらに限定するわけでなく拳も用いられる。手のひらの形も相手を掴んだり攻撃を流しやすくするために指先を大きく広げて構える形や隠し武器や指先で相手の急所をつくために指先を揃えて構える形など門派により様々である。動作の根本原理を液郷の発血層で説明しているが、それらの理論は後世に不快されたと思われ、 成立当初にはなかったと考えた方が良い。はじめに、基本動作である、控え配布、里侵害控えで、演習場を歩く、双剣、歩く方向を変換する際に行う、替え手のひら式、特定の姿勢で、双剣を行う、定勢八手のひら、定勢八手のひらの変化である、八大手のひらを練習する。その後様々な当時や、武器術などがある。 ありがとうございます。